ちは、Gです。久しぶりに Ubuntu の話です。ご存知のように、Ubuntu にはいくつかの公式ディストロがあります。ディストロとは派生 OS の意味です。Ubuntu は GNOME デスクトップなんですが、Ubuntu Mate もディストロの一つで、Mate デスクトップを採用しています。ディストロごとにデスクトップは異なります。Kubuntu は KDE、Ubuntu は LXQT、Zubuntu は XSpace デスクトップです。基本は同じだけど、機能や消費メモリーなど、環境や目的に合わせてフレーバーを変更できるのが Linux の特徴です。ラズベリーパイでは Ubuntu 20.10 ゴリラと Ubuntu Mate 20.04 が公式にサポートされています。それで今回は Ubuntu Buzzy というディストロをラズベリーパイにインストールする手順をご紹介します。バジーは4年ほど前から公式になった新しいディストロです。特徴はシンプルでエレガントな軽量デスクトップと言われていますが、果たしてどうなんでしょうか。準備として今回は SSH でインストールしますので、同じローカルネットワーク内でラズパイと PC ともに有線でネットワーク接続してください。この動画では例によって Mac を使用します。はじめに Raspberry Pi Imager を起動して Choose OS から Ubuntu を選んで Ubuntu Server 20.04 LTS 64bit 版を選択して SD に焼きます。終わったら SD をラズベリーパイに挿して起動します。画面のように CUI だけですが、数分待つとプロンプト画面になります。この状態のままにして作業は Mac に移ります。IP スキャナーか LAN スキャンといった IP アドレスをサーチするアプリを App Store からダウンロードします。ここでは IP スキャナーを使ってラズベリーパイのローカル IP アドレスを調べています。私の環境では192.168.1.75 がラズパイの IP になりますが、IP は皆さんの環境ごとに異なります。続いてターミナルを起動して SSH Ubuntu @先ほどの IP アドレスとタイプします。パスワードを求められますので、Ubuntu とタイプします。続いて、新しいパスワードを入れないと許してもらえません。短いパスワードや単純なものは弾かれますので、それなりのパスワードをタイプしてください。パスワードを受け付けるとログアウトされますので、もう一度 SSH で接続し直します。この時点から新しいパスワードが適用されます。ログインしたら、sudo apt update。続いて、sudo apt upgrade を実行します。次に画面のようにタイプしてください。git clone https://github.com/winpeasworld/desktopifi.git です。すぐ終わりますので、続いて cd desktopifi とタイプ。バジーのインストールです。画面のようにタイプします。最後に sudo shutdown now でシャットダウンして作業は終わりです。ラズベリーパイを再起動して
バジーの初期設定です。ウェルカムで日本語を選び、キーボードはジャパニーズを選択。地域は東京であることを確認して、ユーザー名とパスワードを入力します。設定が終わるまで少し時間がかかりますので、早送りします。起動後、ウェルカムバジーのウィンドウが表示されます。言語と入力をクリックして日本語設定を行います。iBus がデフォなんですが、Vitex をインストールします。ウィンドウ下の日本語のインストールボタンをクリック。言語サポートをクリックして、インプットソースのモズクじゃない方を削除。ランゲージとフォーマットをジャパニーズに。ランゲージはうまく切り替えできないですが構いません。マネージインストールドランゲージズをクリックしてインストールボタンをクリック。ウェルカムバジーを再度開いて、はじめにからアップデートと通知を選択します。スクロールしてコーディックをインストールしておきます。続いてソフトウェアをインストールからソフトウェアセンターを選んでティールダをサーチしてインストールします。これターミナルソフトなんですが、標準テンプのティリックスがエラーで使えないのでティールダを入れました。これでターミナルが使えますから、起動して日本語入力の仕上げです。ターミナルを起動して、sudo apt install vitex mozq とタイプ。日本語設定は終わってるはずですが、これを入れないとうまく動作しませんでした。終わったら sudo reboot で再起動。vitex 設定で日本語、英語の切り替えキーを割り当てます。テキストエディターを起動して日本語入力を試してみましょう。ちゃんと入力できるようになりました。設定でサウンドを見てみましょう。出力は切り替えできるんですが、入力切り替えがない。ラズベリーパイの場合、起動ごとにサウンド設定しないといけないバカゴリラ仕様と同じですね。次はオーバークロックです。ターミナルを立ち上げて、作業前にちょっと見た目を変更します。ダークテーマにしてフォントサイズを大きくします。先におなじみのネオフェッチをインストール。sudo apt install neofetch とタイプ。config.txt を編集してオーバークロックします。sudo nano / boot / firmware / config.txt とタイプ。文末に画面の5行を追記して保存終了します。sudo reboot で再起動します。ネオフェッチでオーバークロックを確認します。大丈夫ですね。
最後にブラウザーで動画再生を試します。例によって音が出ませんね。ただゴリラと違ってショートカットの方法があります。右端のドロワーを開くとデバイスタブで出力先を切り替えできるんです。わあ、音が出ましたね。今回は Ubuntu Budgie のインストール手順をご紹介しましたが、同じように他の Ubuntu Distro もラズパイにインストール可能と思います。ぜひ皆さんもお試しを。また関連情報をお持ちならコメント欄で共有いただければ嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。ラズパイ4発表から2年、ラズパイ5の発表も遠くないと思います。次のモデルこそギガイーサーと USB3 がスペック通り動作しますように。ところで4ヶ月前にキーボード付きのラズベリーパイ400が発表されました。まだ国内未発売ですが、技的も間もなくでしょう。でも1万円超え確実なので物欲が湧きません。日本語キーボードとかだったら絶対いらない。だって恥ずかしくてスタバに持ってけないもん。ではまた次回。